廃墟の中から救出した女性はレイと同じ能力を持つ怪獣使いだった。ケイトと名乗るその女はレイを孤立させよう眼球で窮地に追い込むが、ゴモラとペンドラゴンの共闘で俺を撃破。我々の結束はより固くなった。やるじゃないか、レイのやつ。たった20分の講習であんな乗りこなすなんて。記憶を失う前はパイロットだったんですかね。基本はマスターしたようね。さすが飲み込みが早いわ。案外簡単だな。次は今日のレッスンはこれまでよ。手順通り着陸して。もう終わりか。上級編はまた今度。初心者にはちょっとハードじゃないのか。来るぞ。嘘でしょ。あのバカ。広がる宇宙の彼方、どれだけの命が生きてるのだろう。過去と未来が今交わるところ、僕らは誰なのか、どこへ行くのか。君の心の奥に答えはあるはずさ。僕は木前ユーマ、怪獣防災科学調査所スキップの新人署員。星本市を襲う怪獣災害、みんなを守りたい。その思いを解き放ち、僕は光の巨人になる。新番組ウルトラマンアーク、未来へかけるアーク、走れユーマ。大阪梅田で初開催、ウルトラヒーローズエキスポ梅田サマーフェスティバル。スゴデカニュージェネレーション親子立像がみんなをお出迎え。大迫力のステージはウルトラマンアークやウルトラマンゼロが活躍するぞ。みんなで応援を届けよう。会場にはフォトスポットもあるぞ。ウルトラヒーローと写真も撮れる。グッズコーナーも楽しもう。夏休みは梅田でウルトラマンアークに会える。チケット好評発売中。つぶらやイマジネーション有料会員は特典もあるぞ。何がおかしい？だって子供みたい。え？大好きなおもちゃを手に入れた子供のようだって言ってるの。はしゃいじゃって。意外だな。また怒られるかと思った。意外なのはこっちよ。あなたのそんな楽しそうな顔見るの初めて。さ、満足したらそろそろお家に帰りましょうか、坊や。了解。効かない。え？操縦不能だと？はい。レイの操縦ミスじゃないんですか？違います。原因は強力な時空エネルギーです。時空エネルギー？そうです。ペンドラゴン墜落ですね。あの時と同じ。撃ち着するぞ。はい。あれはレイ。レーダーから消えました。スピーダーの不時着エリアを割り出せ。
救助に行く。はい。よし、スペースペンドラゴン発進。ボス、時空エネルギーです。後続が危険です。よし、着陸する。了解。マキー。はい。お前は船に残れ。了解。熊野、医療キットを持ってきます。ダメです。通信機もバイオセンサーも使い物になりません。時空エネルギーの影響か。ええ。ボス、さあ二人を探そう。ええ。どうしたこんなところで。怪我はないか。見覚えがある。何？この景色、前にも見たことがあるんだ。本当か？だがほとんど廃墟だぞ。確かなのか？またお前に助けられたな。だがあの怪獣、妙な出現だったな。まるで転送されてきたみたいに。どうしたね。何か思い出したのか。ここだ。ここに間違いない。記憶は確かなのか。ボス、応答してください。こちらペンドラゴン、ボス。やっぱりダメか。Z
ザップの研究施設みたいだな。熊野。はい。知ってる人？多分。いや、確信があるわけじゃないが。悪かった。え？俺が命令通り着陸してれば。でもそのおかげで、あなたの記憶の断片が見つかったわ。に映像データが残されているようなんです。再生できそうか？だいぶ壊れてますが、ペンドラゴンに持って帰ってデータを修復してみましょう。し、多少映像は乱れると思われます。収録されたのは約1ヶ月前です。オリスの天文台が砂漠に落下した隕石を発見。隕石は何か奇妙なエネルギーを放射しているらしく、我々は調査を依頼された。ただいまから分析を開始する。はい。だが隕石の分析を始めようとしたその時、地上界に繋がってしまったのか。人間が消滅したかと思えば、発生現れたり。一体何なんだこれは。説明できない。そうか、あの隕石は。惑星と化してしまった。隕石は巨大化し、その四次元能力で時空間に穴を開け、過去の地球や宇宙から何百という怪獣たちを呼び寄せた。そうか、あの隕石は昔地球にも飛来した四次元怪獣プルトン。四次元怪獣ブルトン、そいつが全ての元凶だったんだ。ペンドラゴンやスピーダーを墜落させた時空エネルギーもブルトンだったんですよ。ボスを襲った怪獣もおそらくブルトンが呼んだんだな。でもあの隕石から現れた赤ちゃんは、倒さない限り、この星の怪獣は際限なく増え続ける。よし、攻撃だ。了解。ボス、時空エネルギーの影響でペンドラゴンが制御不能です。武器
理システムを待つ。スタンバイ、ブルトンへぶち込め。了解。
レイ、あとは頼んだわよ。ゴーラ、超振動波だ。ボリスが怪獣惑星と化した原因は分かった。だが謎はまだ残る。ブルトンと共に飛来した赤ん坊は、そしてあなたの記憶も。石の巨人が、ウルトラマンが、ウルトラマンが俺を呼んでいる。それは宇宙で輝く、夢中で見つめてひらめく。リリリ愛のバカンス、それそれ今夜ロマンス。流れる風に誰もが皆あの頃と同じ気持ちを思い出して、君と通じ合って目と目が合って、どこまでも行けると思う。君の瞳映る僕、吹き抜ける風を全身で感じ、身を下ろす景色はファンタスティック、ファンタスティック。Jump on in the wall, jumping, jumping, jump。大空羽ばたいて、jumping, jumping, jumping。いつまでも、never never give up。あのヒーローのように輝いて。今日の怪獣はこれ、四次元怪獣ブルトン。空間を自在に操り、さまざまな四次元現象を起こします。そこに意志があるかどうかわからないのが不気味なんです。そのブルトンは倒されたが、まだまだ謎だらけだ。俺たちに安心する暇はないな。クマさんも真面目な時あるんですね。たまにはな。でいつもだよ。じゃあまたね。地上から空に向かって強力な電気エネルギーが放たれています。これはやっぱりソリッド鉱石だった。
ソリッド鉱石。電気エネルギーと結びつくことによってそれこそ太陽のような強力な熱線を放射するの。熱エネルギー感知。電気エネルギーの影響が鉱脈全体に広がっています。数値温度上昇。これらの鉱脈が限界値を超えたら惑星の半分は軽く吹っ飛ぶぞ。いけ、コマン。ヘイ、落としろ。ヘイ、あとは頼んだぞ。力を貸してくれアーク。キューブをアークアライザーにセットして絵柄を揃えろ。ウルトラマン変身だ。デラックスアークアライザーニュージェネキューブもらえる。ウルトラマンデラックス図鑑合言葉キャンペーン。お店で合言葉を伝えると歴代ウルトラマンの大図鑑が無料でもらえる。これで君もウルトラ博士だ。公式サイトでチェック。お店へゴー。ウルトラマンアーク。創造の力を解き放つことで現れる光の巨人。そんなウルトラマンアークの秘密を紹介していくぞ。僕の名前はヒゼユーマ。怪獣防災科学調査所スキップの新人調査員なんだ。スキップでは怪獣災害の発生甚大化を防ぐため科学調査や避難誘導を行っている。各分野のプロフェッショナルが集結しているんだ。そんな僕たちスキップの仲間を紹介しよう。石堂周さん。地球防衛隊宇宙科学局から派遣された特別調査員。エレマガンを使って怪獣にも立ち向かうんだ。どうぞよろしく。夏目凛さん。天才プログラマーでメカにも強い先輩調査員。とっても頼れる明るいお姉さんなんだ。一緒に頑張ろうね。こちらはユピー。僕たちをサポートしてくれる AI ロボット。頭の U と体の P に分かれていろいろな任務をこなすぞ。ユピーにお任せ。バン・ヒロシさん。僕たちスキップ星本支文書の所長。親しみやすい所長でみんなをまとめてくれているんだ。こちらスキップ星本支文書。スキップ出動だ。僕がウルトラマンアークに変身するためのアイテム、アークキューブとアークアライザー。力を宿したアークキューブをセットして神秘の光を解放することでウルトラマンアークに変身するんだ。ウルトラマンアークはこんな武器も使うんだ。その名前はアークアイソード。ウルトラマンアークが顔の前に剣をかざす構えを取ると出現。アークキューブを使うといろいろな技を使うことができるんだ。さらにカラータイマーが赤く点滅するとアークアーマーを使うことができるようになる。これは太陽の力ソリスアーマー。接近戦と防御が得意なアーマーだ。そしてこちらが月の力ルーナーアーマー。素早さがアップしたアーマーで空中や遠くの敵への攻撃が得意なんだ。走れユーマ。夢を力にしてみんなの夢を守る。創造の力を解き放つことで現れる光の巨人ウルトラマンアークと僕たちスキップの活躍に注目だ。新番組ウルトラマンアーク日本時間7月6日土曜朝9時テレ東系6局ネット初世界同時期放送同時期配信スタート。想像力を解き放て。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録してこれからも我々を応援してほしい。また会おう。